はい、日々哲也です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、静岡県です。はい、静岡県の御殿場に来ております。はい、今日はね、はい、見えますか看板、ワークショップたくみさんです。はい、このね、たくみさんちはですね、まあまあ俺付き合い長くて、どうだろうな、自分の車で作ってもらったのが S14 のシルビア D1 車両の屋根とリアガラスと横のサイドガラス、はい、そのあとトランクか、まあまあね、作ってもらったんですよ。何を作ってもらったかというと、ドライカーボン、はい、軽量化です。軽量化パーツをですね、たくみさん家に頼んで作ってもらったんですよ。はい、でね、今回はね、はい、A86 神風号 D1 ライツに参戦するっていうことでね、はい、まあね、完成してる車なんですが、はい、やっぱりね、最後に軽量化したいと思いますっていうことでね、ちょっと前にですね、相談したんですよ。神風号 A86 2ドアの屋根、はい、ルーフをドライカーボン作ってもらえないかなっていう相談と、まあボンネットもまあ軽くしたいなということで、まあ2点頼んだんですけど、ちょっとね、ボンネットはね、時間かかるから厳しいということだったんで、今回はね、屋根ルーフだけね、はい、お願いしました。でもうね、完成したということで、はい、今日は引き取りに来たわけなんですよ。はい、まあね、久しぶりに来たんでね、ちょっとね、中身見ながらですね、はい、いろいろと説明聞きながら、はい、今後もね、そのボンネットも作ってもらうんで、その相談とかいろいろしてみたいと思います。はい、それではですね、社長の方にね、はい、会いに行きたいと思います。はい、ワークショップ、たくみさんちはこれね、カーボンで作ってあるんですよね、看板もね。はい、おや、お、こんにちは。こんにちは社長、こんにちは。何中ですか？ある中、何中ですか今？ね、作業中ですか、ね、はい、18日に君の子も行くんだよね、岡山。あ、行く行く。その時のじゃんけん大会のマジっすか、を、はい、ちょっと提供しようかなと思って、今ちょっとね、バインダーかなんかですかこれ？バインダー、オリジナル。この3種類ね、オリジナルっていうか、まあオリジナルだね。すごいね。うん、かっこいい。まあ車部品じゃないけど、うん、まあなんか喜んでもらえたらいいかなって。いや、これ頼まれたら作ってくれるんですか？まあ頼まれれば作るけど。うん、まあそうかな。ここ何屋なんすか？何でも屋。何でも屋、うん、カーボンだったら何でも屋。このすごいね、うん、ちょっと特殊なね、はい、プリブレグで、はい、作った ただの板じゃない。ただの板じゃないで、うん、まあそれなりのしっかりした板。なるほど、うん、まあね、あのね、多分この YouTube ね、あんまりね、まだね、社長の出番なかったんで、自己紹介お願いします。あ、自己紹介ですか、はい、どんなお店で、ね、まあちょっとあんまり喋るの得意じゃないんだけど、お名前からお願いします。ワークショップたくみっていう、はいはい、カーボンコンポジットを経営してる林と申します。はい、下の名前はたくみです。あ、で名前がそうですね、まあ、それで、まあ、ワークショップたくみってちょっと字は違うんだけど、うんうん、まあ工房みたいな感覚で、うん、ちょっと起業しました。なるほどですね。で、まあもともとね、トヨタ関係の仕事をしてたんですけど、はい、工場勤めね、はいはい、サラリーマンですね。サラリーマン、はい、うん、でまあある程度のとこまで行ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっと楽しくないなと。おう、うん、なるほど。まあ、簡単に言うとちょっと偉くなっちゃって、うん、ああ本当に偉い人ですか？まあちょっと偉くなっちゃって、うんうん、なんか車をいじる時間もなくなっちゃったもんではいはいはい、でまあ辞めたんですよ。もともと車好きだったんですね。そうそう。で、まあ、たまたまね、近くに、うん、カーボンやってる先輩がいて、うんうんうん、
まあ、そこにちょっと出入りさせてもらって、はい、でまあ、その先輩はすごい優しくていい人でね、うんうんうん、まあ、それでいろいろ教えてくれて、はい、うん、まあ、その先輩は、まあ、レースに精通したりしててね、はい、まあ、そういうかドライカーボンに関する仕事をしてまして、うんうん、でまあちょっと当時ねドライカーボンっていうとこうとっても手が出るような、うん、高い印象ですもんね、うん、材料じゃないなっていうのあったんだけど、うん、まあ、その先輩いろいろ教えてくれて、うん、まあ、ちょっとあの思ったイメージと違うものだなと。なるほど、うん、うん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 、まあ、費用的な部分とかね、うん、であと作業に関しても思ったより楽だなって、はい、まあ、自分でもできるぐらいだから。おー、なるほどですね、うん、まあ、そういった部分でまあもしかしたらこれ仕事になるかなと思って思い切って脱サラしたんですよ。カーボン、はい、まあ、カーボンって言ってもいろいろね今の時代あるけれども、うんうん、まあ、プリプレグっていう材料を使って、うん、まあ、あとオートクレープ成形で焼いてる専門店になります。おー、はい、なんかね自分あんまり詳しくないんですけど、うん、カーボンって一言で言うけど、うん、そのなんか、うん、ドライカーボンとウェットカーボンっていうのは俺知ってるんですよ、うんうん、他にも何か種類あるんですか？そう、今はね、いろいろプレス成形だとかいろいろあるんだけど、うん、まあ、車に特化した部分で言うと、うん、まあ、プリプレグのドライカーボンと、うんうん、あと最近で言うとインフュージョン、インフュージョン、うん、インフュージョン成形っていうのが、うん、まあ、海外なんかでも流行ってるかな、うんうん、なんか今途中でやりかけとかなんかあります？あ、ね、はい、ちょうど13チルビアのトランク、うん、お、ちょっと見せてもらっていいですか？あ、はいはい、それ企業秘密とかじゃないですか？いや、ないない、大丈夫、うち企業秘密とかないからじゃあ社会見学来ていいですか？そう、はい、どうぞどうぞ、うん、これですね、まあ、これ、うん、何、13のトランク、トランク、チルビアのトランクのインナー、まあ、こう骨があってね、うんうん、まあ、ここにキャッチがついてみたいな、お、うん、まあ、これはさっき言った型に、うん、樹脂型にプリプレグっていうカーボンを貼り付けて、うん、で今はもうあのいろいろ積層し、積層構成考えて積層して、今真空状態にしている。あ、これ何、本当にこれ、うん、今もう真空です。タクタなんだね、うん、どっかで、あ、これで吸ってんすか？そう、ポンプ、このポンプで今吸い出してる、うん、なるほど、うん、すごいね。そうそう、これしばらく引いて、うん、でこの後、オートクレープ釜に入れて、うん、で圧力、熱と圧力かけて、うんうんうん、焼き上がると。おお、うんうんうん、これはこれどれぐらいの時間やるんですか？これピタピタに、釜の中で、うん、うん、まあ圧力かけながら、まあ、オートクレープの中に入れて、うん、ね、そうだね、130度ぐらいかな、130度、おお、130度ぐらいまで熱を上げてって、徐々にね、うん、で大体、まあ、2時間3時間焼いて、うん、でパキンパキンなものになる。おお、うんうん、なるほどね。そうそう、すごいね、うん、これはその型が命なのさ。型、いい型作んないといいものできないって、そんな感じ。さっきと一緒、そうだね、この青いやつ、うんうん、そうだね、うん、へえ、そうそう、なるほど、うん、型で全て決まっちゃうかな、うんうんうん、うん、まあでも、あ、まあその前にいい型作るにはいいベース、うん、うん、まあ、しこういう昔の車だといいベースがなかなか見つからない。そうですよね。これはインナーで、はい、でアウターはまあここにあるんだけどね。うん。おお、うん。これはそれぞれ、うんうんうん、釜の中に入れて焼いて、うん、で焼き上がったら、うん、まあ、専用の接着剤で合体させる。うん、これとこれをカポット。カポット。うん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 。なるほど。うん、そうそう。すごいね。うん、トランク意外に面倒くさいですね。まあそうだね、こういうアウターものとインナーものがあるような、まあ、トランクとかボンネットとか、うんうんうん、たらまあ簡単には手離れしないよね。なるほどな、うん、そうなんですね。そうそう、まあそれぞれ焼かなきゃいけないし、うん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 、まあそれぞれ型を作って、うん、それぞれカーボンを貼って、うん、
でそれぞれ焼いて、うん、その後脱形してそれぞれ仕上げて合体させるって、まあなかなかそうだね、まあ、これ1枚だったらその2分の1ですもんね。俺らで言うと、うんうん、これだけでなんかボンピンで止めるからいいやっていう感じ。あ、まあそれはあの日比野くんみたいな変態な人はねもう言い過ぎ走るだけもうほんと軽ければ何でもいいよっていう人は、うんうん、それでもいいと思う。あ、やっぱそうだよね、うん、一応の時俺これ多分そうだもんな、うん、そうそう、もうそういうもう本当にね勝ちにこだわる人、まあ、体にこだわる人は、うん、全然それでいいと思う。いいよね、うん、そっかそっか、まあアウターだけならアウターだけで、うん、まあ、合成出るような、ね、うん、構造物入れるとか、うん、まあ、積層構成変えるとかね、うんうん、そういうので何とでも対応できるから、ほう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 、うん、まあ、自分としてはそういうのを求める、うん、人の仕事は好きかな、うん、ね、おー、なるほどね、あの変態な仕事人がやらないような、うん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 、まあ、これはね、これで、お客さん喜んでくれればいいんだけど、うん、まあ、そういったなんか勝ち負けのレースの世界、うんうんうん、軽さだけのね、軽さだけの、そっかそっか、まあ、このプリプレグって本当軽さが最大のメリットだと思うのね、うん、なるほど、うんうん、軽さ、強さ、うん、まあ、あと、まあね、あの経年的に言えば、うん、腐食しないとか、うん、まあ、そういう利点というかメリットがあると思うんだけど、うん、まあ、最大のメリットは軽さだと思う。なるほどね、うん、まあ、軽さと剛性。ちなみにこれは、うん、その、まあ、普通に合体して、うん、一般のトランクと同じように使えるキャッチも使って、うんうん、で普通について普通にだからパコンって閉まる本当の純正入れ替えみたいな感じで、これはやっぱ軽いですか多少は、まあ、多分経験値で、まあ、今回これ初めてなんだけど、うん、2.56kg じゃないかなって思う。全然軽いね、うん、でこういう小口の厚みも純正と同じように、うん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 、2ミリなら2ミリってそういう積層でやってるから、うん、なるほど、うん、まあ、これはもう普通に商品化で誰でも買えるんですか。まあそうだね、で本当にその、まあ、純正、ね、の形状で欲しい人はまあこれでいいんだけど、うんうんうん、まあ、競技やるから軽くしてくれって言ったら、そうそう、これだけで作ってって言えば、これだけで作ってって言えばやってくれるんですか、うんうん、まあ、何キロにしてって言えば、うん、その目標重量でもやるし、うんうん、なるほど、まあ、なかなかそういう日比野くんみたいな人はあんまりいないけどね。そうっすか、うんうんうん、今って、うん、まあ競技やってるとどうしてもね軽さって武器じゃないですか、うん、まあ、武器だと思うよ俺も、うん、自分で最近乗ってないけど、やっぱ軽さって武器だなってね。で、うん、FRP とかだとなんかバカって割れちゃったりとかしたりとか、うん、なんかね、軽さと強さがこのプリプレグのもう本当のメリット。そうだよね、うん、だから限界まで軽くしてもらって安心感っていうと、うん、なんかドライカーボンかなっていうふうにちょっと今思ってるんですよ最近、うん、まあ、それがね、できるんだったらちょっとね、うん、あの気になる人は、うん、そうそう、そういう人はね、もう全然ウェルカムっていうか、そうですよね、まあ、うん、なんか、なんだろう、こうそれで驚きのインパクトみたいな、うんうんうん、うわすげえなっていうのを、うん、こう何体験してもらいたいっていう、うん、そうだね、うん、変えた時は全然変わるよね、うん、そう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 、うわやっぱいいな、すげえなって、いいね、うん、っていうのがやってて、楽しいかな、楽しいかな、いいっすね、うんうんうん、で今回俺があの A86 の屋根、はいはいはい、頼んだじゃないですか、はい、あれもう一番軽くしてくれってオーダーしたじゃないですか。そうそう、昔ね、姫野くんから14の屋根のね、あの依頼もらった時に、うん、本当に軽くていいんだよって、うんうん、いう話をもらった時に、いや、うん、もうさすがな、さすがに軽いのは好きな俺でも俺でいいのかよっつって作ったけど、姫野くんは満足してたけど、全然良かったよ、まあ、そういうイメージで今回、まあ、そっちにあるんだけど、うんうんうん、屋根作ったんですよ。お、マジですか、うん、見せてもらっていいですか、うん、楽しみですね。